ロジカデモンストレーティバ1701あらゆるお点から清められたユークリッドウクレディーズ AB オムニネボビンディケーティスの扉拍子ジョバンニジローラモサッケーリはイタリアのイエズス会に所属した司祭スコラ哲学者数学者である1694年からパビア大学で哲学と進学を教え1697年から 鳥の大学で哲学の教鞭を取った。1699年には、パビア大学で数学の就寝の教授に就任した。数学者のトンマーゾ・チェイバの弟子であり、キジタ・ジオメトリカ、ロジカ・デモンストレーティバや、ネオ・スタチカなどの著作を出版した。現在では、サッケーリの名前は1733年の死の直前に出版された最後の論文によって知られている。 彼の論文、あらゆる汚点から清められたユークリッドは、非ユークリッド機科学に関する2番目の著作と考えられているが、19世紀の中頃に有事によ、ベルトラミによって再発見されるまでは忘れられていた。作形理のアイデアの多くは11世紀のペルシアの大博識者、ウマルハイアームの著作、ユークリッドの難点に関する議論において先取りされていたが、 この事実は最近まで西洋の学者から無視されていた。サッケーリがハイアームの翻訳書からアイデアを得たのか、ハイアームと独立に考えたのかどうかは不明だが、サッケーリの四角形は現在ではハイアームサッケーリの四角形と呼ばれることもある。サッケーリはユークリッドの第五鉱順を他の四つの鉱順から証明するという古代から、 たくさんの数学者を苦しめてきた問題を、第五鉱順をそれと、同値な命題。すべての三角形の内角の和和に直角に、等しいに置き換え、これに対し、互いに相反する二つの命題。すべての三角形の内角の和和に直角よりも小さい。すべての三角形の内角の和和に直角よりも大きい。が共に矛盾を導くことを示し、直角過程。 したがって、第五公順を証明するという手法で解こうとした。作経理は前述した論文、あらゆる汚点から清められたユークリッドで、第五公順の代わりに、鋭角過程または鈍角過程を公順として様々な定理を導き、特に鈍角過程を付け加えると、直線の長さが有限になるため、直線の長さが無限であるという第二公順と、矛盾することを示した。 したがって、残りの鋭角過程から矛盾が発生することを導き出せば、第五鉱順は、他の四つの鉱順から導き出せる定理だということが証明されるのだが、彼が導き出した、鋭角過程の反証はその中で、第五鉱順が使われていたため当初の目的は、達成できなかった。作形理が、自分の論文の中で、鋭角過程から導き出した定理は19世紀に、 ドイツの数学者、カールフリードリ・ヒガウス、ロシアのニコライ・ロバチェフスキーやハンガリーの、ボーヤイ・イアーノ種によって、再発見され、双極幾科学の定理として認識されるようになる。サッケリと彼らの大きな違いは、サッケリが、ユークリッド幾何の完全性を信じ、それに反する氷から導き出されたこれらの定理を、反証されるべき、誤った定理と考えていたのに対し、 ガウスラは、鋭角過程を含む五つの高順から導かれた、ユークリッド幾何学とはまた別の新しい幾何学の定理と認識していたことである。サッケーリがこれらの定理を、新しい幾何学の定理と考えて書いていたら、彼が、非ユークリッド幾何学の創始者と言われていたことだろう。当時は、サッケーリのようにこのようなユークリッド幾何学の絶対性を信じていたものがほとんどであった。 これはちょうど同じ時代を生きた、ドイツのイマヌエル・カントの啓蒙思想にも反映されており、彼の認識論では人間には外部からの情報によって作り上げられる概念とは別に絶対的な真理として空間と時間の概念をすでに持っているということが言われている。この考えは長らく人々に支持され続け、ロバチェフスキーやボーヤイ、それにもう一つの非ユークリッド機科学である。 楕円幾科学を考案しガウスの微分幾科学を使って、楕円幾科学と双極幾科学とを極力に関係づけまとめた、リーマン幾科学の創始者であるベルンハルトリーマンらの業績が認められるのに大きな障壁ともなった。ありがとうございます。